FF7 エヴァークライシス想定以上の滑り出しであると、このような告知が机にではなくてサイバーエージェント、こちらから進捗の報告がございました。新規タイトルエヴァークライシス、皆さんやっておりますか？ただこれね、まあ、実際にやってる方ならわかると思うんですが、すげえよな。何がすごいかっていうと、グラフィックがすごい。いや、本当に。いや、過去に出てきたソシャゲの中でも、下手すると最高クラスじゃねえか。ね。まあ、確実にこれ言えるのは、ニンテンドースイッチより間違いなくグラフィックとか、そういったもろもろの機能とかが良いなと思いました。だからもう完全にニンテンドースイッチはこれ抜かれてしまいましたね。まあこれに関しては前々から言われておりますが、まあ最新っていうかね、最新版のソシャゲってマジですごくてさ、ね、クオリティがマジで半端ねえんだよな。まあその分開発費がね、かさんでいて、まあサービス終了になる、そういったソシャゲが結構ね、今相次いでおりますが、まあエヴァークライシスに関してはまあしばらく大丈夫じゃないかなね。まあ当初ですね、このエヴァークライシス、まあグラフィックとかはいいけど、まあクオリティは高いけど誰がやるねんみたいな感じの反応がネット上ではございました。ただ始まってみれば想定以上の滑り出し、まあその馬娘とか、まあさすがにそのキラーコンテンツみたいな全盛期と比べると、まあそんななんか売上高が上がってるかって言われるとそうではないんですが、ただまあ思ってるというか世間が思ってるよりかはね、結構好調で盛り上がっているのかなと思いました。まあ特にその公式ツイッター X とか見てたらわかりますよね、結構ね盛り上がってます。はい、まあそんな感じでございますね。なので、まあ割とやっぱ FF7 で人気なんだなっていうのが改めて分かりました。なんか、どれだけ FF7 擦るねんって感じなんだけどさ、ね、クライシスコアとかさ、で、あとはこの、なんだ、ソシャゲ版のね、FF7 とか、で、あとはちょうどね、同時並行で、リメイクも3部作展開予定でして、で、年明けの2月にはなんと、リバースが、PS5 独占タイトルとして発売する予定となっていて、なんかもうナンバリングよりも一生さ、この FF7 をこすっておいたらいいんじゃねえかって思うぐらいですね、スクエニの、いや FF の柱となっている、そのようなコンテンツって位置づけですね。いやけど本当にすごいよね。いや割とマジで、うん。で、決算発表がね、スクエニこの間もあったんだけどさ、エヴァークライシスがとにかく好調であると言ったことがですね、社長の口から語られました。で、それこそね、9月期の貢献に期待といったところで、まあこれから丸々1年間ですね、貢献してくれるタイトルになっていくんじゃないかといったことも語られております。ただ一方でこれパッと見だと、冒頭でも言った通り開発費が相当すごいから、まあ売り上げは上がっていても、そのね、開発費を回収するのに相当時間がかかるんじゃねえかなと思うんだけど、どうなんだろうね。まあ前回の決算ではね、 FF16 がかなり足を引っ張っていて、ね、割と地獄な雰囲気が漂っておりましたが、まあそこをね、うまいこと挽回できているのか、いや逆にね、好調であると言わないと厳しい状況なのか、まあ足元ね、スクエンの公式から、スクエンの公式というか、スクエンの中でしかわからない話かもしれませんけど、どうなんでしょうかね。ただ言ってもソシャゲってさ、本当に利益率が高いと言われておりますから、そういったところを考えると、まあ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 、開発するまでが結構大変ではあるものの、割と継続的に課金してくれるんであれば、すぐに回収できる可能性もあるのかもしれませんね。まあメンテコストとかランニングコストとかもかかってきますけど、まあそれを差し引いても普通に利益は出るんじゃないかな。はい。まあそんな感じです。いやーけど FF7 さ、マジですごいよな。まあそれこそスクエニの今回の決算見た方ならわかるかと思いますが、マジで FF7 推しがすごすぎる。まあそれこそ FF7 リバースが控えてますよっていうアピールだったりとか、で今回ね、満を持してリリースしたこの
ソシャギ版の FF7 も、まあやっぱり今のね、スクエニを支えているというか、ね、まあ現場を支えていると言っても過言ではないコンテンツとなっておりますので、まあ逆に FF7 がこけると、いよいよね、スクエニも厳しくなってくるのかなと思いましたね。ただどれぐらいの方がこれ課金してんだろう。まあちょっとね、俺もそこまでは分かってないんだけどさ、皆さん、ソシャゲ版の FF7 はやってますか？もしやっていたら、ぜひコメント欄で教えてください。どれぐらいの方が課金していて、で、課金金額でどれぐらいなんだろうね。まあ他のゲームと異なると、そんなにね、なんか課金する要素ってあんまりないんじゃないかなと思ってんだけど、ただなんかね、本当に、まあ他のゲーム会社とかもそうなんですが、ソシャゲがね、マジで好調で、ね、ソシャゲ祭りみたいな感じにもうなってしまってますよね。はい。まあ、そんな感じでございやす。いやーけど非常にすごい決算になってきておりますね。ただソシャゲってさ、当たり外れが大きいですが、ただ本当にクオリティだけはね、これはもう担保できるような作品となっておりますので、しかも無料でね、結構遊べる範囲も広いから、まあ、もし暇だぜっていう方とか、FF7 リバースまで暇だぜっていう方は、まあ、このタイミングでやってみるっていうのもありなのかもしれません。はい、まあ、そんな感じでございますね。いやけど、結局なんかガチャゲーであることは、ね、変わりないからね。ただガチャって結局どうなんだろうな。なんか、最近さ、ドラクエモンスターズのソシャゲもね、サービス終了したんですよ。約10年間続いていたのかな。まあ、あれもね、まあ、結構長いこと、それこそソシャゲっていうものがね、まだその世の中に広まってなかった黎明期からね、あるような、そういったソシャゲのタイトルとなっていたんですが、あれがようやくね、終わりましたといった報告が公式からなされましたが、ただね、ソシャゲって結局なんか10年持てばすごいって言われるものではあると思いますので、まあパズドラとか、まあそこら辺はね、置いといて、まあやっぱり10年ぐらいが一つの節目となっているかと思いますし、で結局なんか課金したところで、まあいずれはね、サービス終了になる可能性もあるわけだからさ、なんかそう考えた時に、なんかやっぱりオフゲーというか、まあ据え置き機のゲームの方がいいんじゃないかなと思いましたけどね。どうなんでしょうか。まあそこはね、本当になんか価値観の問題かと思うし、で結局なんか課金したところで金突っ込んでも終わってしまったら、それってさ、もう本当に終わりなわけで、なんかそう考えるとね、なんか金の無駄って感じもするし、どうなんだろうか。まあそんなこと言ってしまうと、他のね媒体というかゲーム以外のことでもそうなんだけどさ、まあなんとも言えないところではありますよね。まあそんなところで、なんか予想外に課金金額が結構ね多いといったところで、このエバークライシス好調であると公式から報告がございました。まあ今回ではそこについて取り上げさせていただいたんですが、まあこれからも継続的に取り上げていくので、ぜひチャンネル登録と高評価ポチッとお願いいたします。ではまた。